インディーウェーブス2レールグレード、列車を使った自動化ゲーム、フォトモード完備。複雑な鉄道網を作り上げ、列車を眺めて楽しもう。メディーバルダイナスティ、中世を舞台にしたオープンワールドサバイバルゲーム。狩りや採集、建設を通して暗黒時代を生き延びよう。不思議の国の冒険酒場、食材を求めて王国中のダンジョンを冒険。料理を作って国一番の店を目指す酒場経営 RPG。 プロジェクト Y ワーキングタイトル、360度実写映像の VR 心霊ホラー。都市伝説の関係者の証言群を見終えた時、何が降りかかるのか。スノーマンストーリー、おでんキャットの名作がスチームに新登場。春が来たら溶けてしまう雪だるまの物語を、クリスマスのお供に。ディープデスダンジョンダークネス、愛する人を救うため何度も迷宮に挑む 3D ローグライトアクション。諦めない心は最強の武器となる。ピグマリオン、色を混ぜ合わせ同じ色をぶつけて消し去るパズルゲーム。色と感情で描く AI との物語は必見。アウトポスト、インフィニティシージ、仲間と共に資源を集め、全焼基地を強化して無数の敵の攻撃を生き延びろ。協力が重要な一人称視点タワーディフェンス。パスオブジアビス、スキルや装備を自由に組み合わせてキャラクターやパーティーをビルドし、ダンジョンを探索する RPG です。コネクテッドクルー、現場に潜入して事件を解決する推理アドベンチャー。道具を使って証拠と証言を確保しよう。ミラと精霊の伝説、モロッコの文化と精神的な伝統にインスパイアされた激しい戦闘が楽しめるメトロイドバニア。フェニックススプリングス、道具を使わず物語と手がかりから考え推理するアドベンチャー。独特なネオノワール世界で謎に浸ろう。ワールズオブアリア、 TRPG にインスパイアされた英雄譚。自分だけのパーティーで混沌と陰謀が渦巻くアリア王国を冒険しよう。イエス・ユア・グレイス・スノーフォール、王となり家族や領民を守り厳しい冬を乗り切る王国運営ゲーム。王国の繁栄はあなたの選択にかかっています。ザ・ワイヤード・ドリーム、ウサギが主役のメトロイドバニアスタイル 2D アクション。多彩なスキルで40体以上のボスに挑もう。エンタングルド、2匹の粒子もつれ猫を操作するパズルアクション。宇宙研究施設のシュレーディンガー部門から脱出しよう。ジアーズ、手前や奥の地形にも移動できるマルチラインシステムが特徴の 2D アクションゲーム。ミニコロジー、小さな惑星大きな冒険。工場を設計して守り、ボスと戦い、ミニ帝国を築こう。ドリンクライム、しゃべる酒瓶の悪魔ジンと共に個性的な犯罪者たちを尋問し追い詰めるスリル満点のレトロ風ゲーム。クロニクル、200を超えるキャラたちが奏でるドタバタバトル。次回クロニクル。
この次もサービスサービス。ポーションズ不思議な物語。この魔法の世界では戦闘だけが答えではなく、知恵が最大の武器となり得ます。テイルズフロムマイアス、スライスオブデス。呪われた屋敷にピザを配達せよ。戦慄のピザ配達ホラーゲーム。うつろ眉、ホロー国運。リアルに再現された80年代の日本の村で、襲いかかる化け物から隠れ謎を解き真実を追うホラーゲーム。インディーウェーブス。ここまで45本のタイトルを紹介いたしました。インディーウェーブスの振り返りは番組のエンディングで行います。お見逃しなく。